15年間ずっと待ち続けたことが今夜叶ったんだよ。ついに来たんだね、この日が。俺たちの苦しみは終わったんじゃないのか。兄さん、この人も能力者だ。なぜ世の中は能力者の存在を否定するんだ。僕たちの居場所はどこにもないのかな。俺みたいになんかブワーッとやりゃいいんだよ。俺はまだ何ができるか分かっちゃいないんだぞ。社会にはルールってもんがあるんだよ。こいつら能力者ってことだよな。やめろー動くな。そのまま両手をゆっくり上げろ。兄さん、頭が。どうした直哉。あの人も追われてるんだね。ゆうや、お願いだよ。このままだとなぜ命まで狙われなきゃならない。